はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。今日は2月16日火曜日、時刻の方は16時27分です。ベロテテテテテテグヘはい、そんなわけでね、今回は視聴者様からの相談になりますね。まあ珍しい動画かと思います。でも楽天に関する問題でね、楽天光強引な勧誘に関してなんだけど、まあサブタイトルがあります。相談って本当は点点点ということでね。はい、内容ね、見て、今日なんか寒くない？今日表さ、すごい今日強風で、風がすっげえ強かったし、で帰ってきたはいいんだけど寒いんだよ。で気温がね、そんなに低くないんだよ。今ね 14.2 度なんで10度以上あるんで、あったかいはずなんだけど、10度超えてるから。でもなんかすっごい冷たいんだよ、寒いんだよ。あー寒い、14度で寒いって何これ、わっけわかんない、ね、いや体感が寒いのかな、めっちゃ寒いんだよね。あ、湿度が低いからかな、これおかしいね。湿度が22っておかしいよね。上だと41なんで、あ、そっか、湿度があれかな、低いと寒いのかな。はあ、寒いな本当ね。はい、今回の内容ね、こちらになります。忍者伊能の運営さんでございます。39分前にね投稿いただきました。こんにちは、いつも楽しく勉強させていただいています。本当ありがとね。この前、子どもの楽天ハンド契約のため、家電量販店の楽天ショップで開通手続き中に、楽天光の店員が契約しろと割って入ってきました。まあそりゃそうだろうね、同じ楽天だし、カモがネギショってやってきてるわけだからね、ハイエナ群がってくるよね、そりゃ。で、今伊予光入ってるし、解約料かかるから断ったのですが、1年無料だから得だとしつこくて、工事代も V4、V6 対応のルーター代もかかるし、フレッツ光は遅いから嫌だと半分切れ気味で断ったのですが、ポイントプラス1だし、少し心が揺れています。そんなに揺れちゃうの？元気なおじいさんや視聴者さんはどちらが得策だと思いますか？ということでね、おじいが思うのにね、この方は相談、皆さんに相談って言ってるんだけども、これ相談じゃないと思うんだよ。これ相談する人っていうのは答えが決まってるんだよ。で答えが決まってるんだけども、自分の選択に対して押してほしいんだよこれね。この方の答えはここにあるの。フレッツ光は遅いから嫌だと半分切れ気味で断ったんですが、でこれは品質ね、使い勝手と品質で、ポイントプラス1だし、これはコスパ、長い目で見た場合のコスパね。でこの方はネットに対して、じゃあそのコスパで使いたいのか、それとも親子だよね。でゲームも使うだろうし、その伊予光の要は回線としてのコスパを選んでいるのか、どっちなんだろうって思った時に、この方はね、ここでね、ちょっと欲書き始めてるんだね。これつまんない欲だね、本当に。まあ大体の人はよく騙される人っていうのは多少の欲があるから騙されるね。でもうどうしてここで悩む必要があるのかなって、自分はだから嫌だからって切り身で断ったけどもこのポイントで、ここがね、おじいはいいよ光でね、今満足してるわけでしょ。でそこでポイントが出てきてってさ、その
なんで惜しいからすると分かんないよ。なんでここで悩む必要があるの。何もいらないじゃん、悩まないじゃん。だってみんなの意見もいらないじゃん。だってもうここで答えが出てるんだから、別にそれでいいじゃん。あの楽天光に何か魅力を感じて、ああ変えたいなって思うんだったら、元気なおじいの動画にね、楽天光の申し込みのアフィリエイトもあるから、そこポチってあの入れてくれるとおじい嬉しいんだよね、本当。いろいろ相談にも乗れるしね。でもね、おじいはね、この方にはね勧めないね、本当。で、伊予光ね、おじいはあの使ったわけではないんだけども、この伊予光ね、サービスね、これではね、で、まあどこなのかわかんないけれども、これね、ね、ページがね、まあ伊予光、まあ電話の場合かな、でね、ルーター、ね、電話、いや、もう各種あれだね、ちゃんと窓口がしっかりしてるんだね。どの場合かな、アダプターの設定、ルーター、よいしょと、ね。あ、これすごい詳しいね、これね。これサポートだから、あれだね。ね、ちょっと待って、連絡先がね、どっか。他にあるんだよね。これか、お問い合わせ、チャットライン、電話、これだね、お問い合わせ窓口ね。で、電話での窓口、よいしょ、電話どこ、これだ、電話ね、はい、電話サポートね。で、まず一つ目に、おじいがいつも最初にあの見てるところなんだけど、会社としての体制ね。で、まず伊予の場合は0120-919-151 ね、ここの番号がフリーダイヤルであるんだよね。会社に対して、あの会社からのやってるサービスに対して、まずお客様に対してね、あの本当に自信を持ってるのと、あと責任をしっかり持ってるっていうね、この会社の体制、ここのところを見ると、楽天と比べたらどうでしょうね。何かがあった時にのサポートも、楽天と比べるものではないよね。新規の方に対して、楽天光だったら、まあ、同じフレッチだったらね、あ、1年間とこだからどうですかって。だからコスパでこれから選ぶ人だったら、おじいは楽天光をガンガン進めていきたいんだよ。でフレッチの乗り換えとかね、だったら行きたいんだけども、あの伊予と比べるあれがないじゃん。だってそもそも一番重要な部分だよ、これがね。で、あとはね、この実際に使ってないんだけれども、いろいろ見るとね、伊予光ね、この評判ね、口コミから分かったとか満足度とかね、まあ、こういうものを見てみると、この伊予光はものすごく評判がいいわけでしょ。だから選んだわけでしょ。で、満足してるわけでしょ。で、なんでそこでコスパが来ちゃうの。そこまでコスパしたいんだったら、だって楽天モバイルでいいじゃん。楽天モバイルのさ、この Wi-Fi 用意しておいて、で、ね、親子でこの電波をね、すれば10代まで繋がるんだから、ゲームでも何でも繋がるわけだし、いいじゃん、別に。これ、楽天の会社に契約したんでしょ。あの、楽天ハンド契約に行ったんでしょ。で、テザリングも使うし、いらないじゃん。あの、もうコスパで選ぶんだったら、これで最高じゃん。なんで光が必要なの？目的は何ですか？子供とかゲームやるんでしょ？ね。なんかスイッチだとかさ、なんかそういうので対戦とかなんかするんじゃないの？戦ったりとかさ。いろんなもんでみんなで使うんじゃないの？ね。そこに、要は価値観だよね、すごくね。なのでね、これ、伊予光を使ってる人が、わざわざその満足してるところをね、解約してまで、映るもんじゃないよね。その、このね、いつもおじいが言ってるんだけどさ、これね、これね、これ。1年無料だから、得だと。ね。で、この、得だとって言ってるんだけど、このね、しつこく言うっていうのは、
あなたに対して男だって言ってるわけじゃないんだよ。自分に対して男なんだよ、入っていただけると。だって自分の仲間が、だってね、カモの親子がネギショってハンド登録にして来てくれてるわけだよ。パタ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 っとね、ネギが長いんだよ、庭で飛んでくるから。だからそこに群がってきて当然じゃん。そこで契約を一本取ったらそりゃ美味しいさね。どっちが得なの？あなたのことをそんな親身に考えてるわけないじゃん。だって自分の環境のこと使いね、どんな意味があって契約してとかで家を使ってるとかそういうのも知らないわけだし、1年無料だから得だ得だ得だって、何を根拠に得だと言ってるんだってことなんだよ。この人は自分の得のことしか考えてないわけでしょ結局。で1年間無料だから得だから、その人にとっての得って何なんでしょうね。え、本当さっぱりね、意味が分かんないよ。まあ、世の中いろんなことあるけども、でもここでポイントプラス1だし、少し心がなんで揺れるの、どうして揺れちゃうのね。ポカリスエットの BGM じゃないんだからさ、ね、思いが揺れなくていいんだよ本当に。どうして揺れちゃうの、このポイント1で。ポイント1でどんだけ違うの、そのポイント1と使い勝手とかサポートを天秤にかけちゃうの、なんでなの、どうしてなの、おじいは、おじいは普通に考えてみると現状維持が一番いいよね、絶対に動かないよ。でおじいもさ、今楽天光1年間無料でしょ。で1年無料で1年だけやめれればいいんだけど、1年だけでやめられないんだよね実はね。だからもう1回し引っ張ることができないんだけど、じゃあユーロ光を、もうユーロ光の980円がもう終わったんだよ。もう今年の1月で終わっちゃったので、またそこからね、普通あれじゃない、2年更新だから、2年の更新だ、2年だから1年間だけだから980円で、満額をずっと2年目をずっと使って2年過ぎたんで、また2年の契約が始まりますよっていうね、通知が来たんだけど、でこのユーロ光をやめて、だって楽天光に移ろうなんて思わないよ。ユーロ光年間でいくらぐらい払うかな、6万円ぐらい払うのかな多分ね。もう電話とかもあんま使わなくなったからね、そんなもんで済むよね。でさ、その6万円が楽天光にすることによって浮くわけでしょ。でも元気なおじいの YouTuber としての生命がもうそこで絶たれちゃうよね。これお仕事でインターネットを使ってるわけだから、もう効率すごい悪くなるしね。もう最悪だよ本当だ。おじいが1年間 YouTube が効率が落ちるっていうことは、その年間6万円以上の損失を受けるってことなんだよ。映るわけがない本当ね。まあそんなわけでね、普通にフレッツ使ってる方がね、今のをやめてね、楽天に移れば、あ1年間得だなね。0円は大きいからね。ユーロ光の980円よりも0円は強いよすごくね。でもその1年間無料だからといって、そのこのシムみたいにね、このシムみたいにね、いつでも薬金なしで好きな時にやめられるパターンじゃないでしょ光の方はね。だからねそこら辺ね、めんどくさいもの、またね、なんで縛られたがるの本当ね。で自分にとってもデメリットがあるわけでしょ。それを差し引くと何が得になるのかさっぱり意味が分かんないじゃん本当。どうしてももう楽天ハンドでね、子供も入ったわけだし、いやーもう家族みんなで楽天を応援したいんだ、いやーもう何が何でももうインターネットやってるの、あ
だったらもういいよやめてこっちに入ればって、こうやって応援したいんだったら入ればいいよ、ね、でもいいよ入ってて乗り換えるメリットがさっぱり分かんないんだよね本当、まあ、どうしても分かんない、全く分かんないよね。これこれ嫌ですかという方も中にいると思うんだけども、その方たちいたら楽天光に1年間ただだから乗り換えるって人いるかな、どうかね、いないでしょ絶対に、いないと思うよ。安く上げようと思えばいくらでもね、電波なんてね、節約すればコスパで選べばすごい節約できるんだよ、昔からみんな頭使いながらやってるんだよ、その代わり快適さを犠牲にしてやってきてるわけだよね。でやっぱね、何よりもね、その会社の体制とか、あといろんな実際にいいところのメリットが結構やっぱ多いよね、すごくね。だから関西では人気がある、おじいもいいなと思うよ本当ね。ここでね、ここで悩むっていうのがね、よく分かんないんだね、これがね。なんか知んないけど、もっとその楽天光に入るとね、例えば10万円分の楽天ポイントをいただけて、ね、工事代も、ルーター代も無料だし、10万円分もらえて、ね、なおかつ、なんか、ね、プレステ5がもらえて、Xbox シリーズ X もね、ダブルで、いや、今だったらこれ両方プレゼントしますよ。ダメですか？ダメですか？今決めてくれたらスイッチもつけちゃおうなんて、さ、おじ入っちゃうよ。それぐらい持ってくれるんだったら乗り換えるかもしれないけど、もう生半端なことじゃね、嫌だね、嫌だよ。楽天光にもう戻りたくないよ本当。おじいはニューロ光の快適さもう覚えちゃったから、もう戻りたくないよおじいは。これちね、まあそんな感じでね、答え決まってるんでしょ、どうせ後押ししてほしいんでしょ。だからおじいの後押しだけでいいじゃん。他の視聴者さんはどちらが得者、この得者ってだって人によって違うんだからね。このポイントプラス1が欲しいのか、ね、今の満足度快適さ、ね、でそれをわざわざ、ね、違約金払って解約料金払って、ね、めんどくさいことしてさ、あれも変わるこれも変わるで、ね、バタバタしてからさ、いやー考えてないでしょ、どうして考えてないでしょね、本当に考えてるの、ポイントして本当に揺れちゃってんのね。ああもう楽天光に入りたいわーって思ってるんだったら、おじいのリンクからポチッと入ってね、で家電量販店に行ってね、行ってどうでしたかってね、ね、自称 YouTuber の元気なおじいのリンクから、うん、楽天光入りました、いやありがとうね教えてくれてって、それだけに行けばいいじゃん別にね、それでいいと思うよ、うん、なので本当おじいはもう家光とかニューロ光とか使ってる人には楽天光乗り換えるメリットはないと思ってるからね、本当だから普通のだからなんだっけ、いやヤフー BB みたいな、ヤフーね、ああいうのとかあるじゃん、ね、ああいうのを使ってる人、あと普通の NTT のフレッチを使ってる人とかね、そういう人たちに楽天光に乗り換えると、ね、1年間無料だからお得だよってね、それでメリットあるよ。でフレッチ光入っちゃって、なんだっけ、なんだっけ、ほら引き離しの電話来るやつ、なんだっけね、それで出ちゃっていないんだったらね、一回朝日ネットにワンクッション置いて、おじいのやり方でやればいいんだよ。もっともっと割とかさ、ああいうこれ何年ごとの縛りがあるじゃん、違約金があるじゃん。だからそういう場合は NTT だったら朝日ネットに一回乗り換える、なんだっけあれ乗り換えるの、名前が出てこないや、一回だけ出れるじゃん。で、出ちゃって、そうすると朝日ネットは違約金ゼロなんで、いつでもやめてもいいんでね。おまけで半年ぐらい確かタダで使わせてくれるよ、乗り換えるとね。おじいそうだったもん。ほいで、好きな時に契約してやめればいいわけだからね。そうすると違約金もないし、NTT 関係の人はね。イオの場合はね、違うから、その手は通じないんだけど。だから余計にメリット何もないじゃん。ねえ。
おじいもだからね、楽天光はお得だからね、本当普通のフレッチ系使ってる人だったらね、いや楽天チャンスだよって別に何も変わんないもんね、いや楽天光パートナー回線だからとかさ、ね、楽天光回線のエリアがまだ少ないからとかさ、ね、いやーで光の速度がねなんかで1日10ギガ使ったら速度制限からとかそんなものないわけでしょ、光の方はね。だから結局乗り換えたとしたってそのまんまだから、ただなんかの表側のこうにチャ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 ってやるだけでね、今のやつは機材返して新しいの来て付け替えるだけだからさ、ね、何も工事いらないよね。そういう人たちには楽天光を示せるよ、男だから1年間ね。さあどうでしょう、これを見てる皆さんどうでしょうね、こういう方がいました。もうね、そうだって言っても本当は点々点って決まってるからね、後押ししてほしいんだよ。じゃあこれでね、おじい聞きたいんだけど、おじいとか視聴者さんがいやポイントプラス1なの、それは大事だよ今このご時世だしね、このコロナ禍でね、もう収益も皆さん収入下がるでしょ、いや大事だよポイントプラス1大事だよ、いや僕たちだったら楽天光に移っちゃおうかな男だもんって言ったら移るの、本当に移るの、絶対に移るの。ここにおじいに聞いて相談して、じゃあ意見が楽天光の意見が多かったら本当に移るんですか、いいよ光やめて。移んないでしょ、もう決まってるんでしょ最初からね、そういうもんなんです、ね、移るわけがない、普通に考えてね、うん、何もメリットがないから移るわけがないね、本当に、うん、だ本当おじいはねこれ聞いてます、ニューロ光ね、使ってる方ね、ニューロ光から楽天光に行くメリットはないです。楽天光は1年間980円でやってるけども、楽天光に来れば0円、確かにお金はね少なくなるよ、お金は少なくなるけども、でも楽天グループだよね、サポート心配ならない、ショートとか心配ならない、安定性とか心配ならない、まあ自分のところであれじゃないから、どこ使っても同じっていう意見もあるかもしれないけど、でも何かを締めて楽天を通すことなんだよ、楽天大変だよ本当、つながんねえよサポートが、大丈夫本当楽天光の窓口ってどうなんだろうね、フリーダイヤルじゃないでしょどうせね、はい、そんなわけでね、まあ、この辺で終わりましょうね。これが欲しかったんでしょ結局、そうでしょ、ね、そう思うよ。楽天光強引な勧誘ね、もうここだとばかりにね、こんなカレー屋にいるねハイエナ店員ね、もう当たり前じゃん、飛んで火にいるうんちゃらだよね、うん、本当親子ガモがネギしょってパタパタパタってくればね、もう絞ろう絞ろうってね、あれもこれもってくるの決まってんじゃん、本当そういう場所なんだからそういうそこのだって釜ネギホイホイの中にタカタカって入ってたらそうなるに決まってんじゃん、当たり前じゃん。で日あの時あの場所に行かなければね、僕たちは快適に光を使っていただろう、じゃじゃんってね、そんな感じなんだよ、ね、だからそのことを知らなければっていうか言われなければね、全くそんな不愉快な思いをして考えることはなかったわけだよね。平和なインターネット生活がねずっと継続してきていたのにね、ここのところでねケチつけられることはなかったわけだよね本当。ね、これがねまだねユーロ光の店員だったらねまだわかるよね。あでもまあユーロ光使ってたらあれかもしれないけどもね、フレッツ使ってる人にユーロ光だったらね、あもう強引どこだろうってね、あ どうしかって感じでピラッてだけでね、え何これってね、9個15円とかで
まあ、CM やってましたよねって、あれ本当だろうって、本当なんですよ、1980年だって、えー信じられないとか知って、ね、あのこんなに快適っつってね、だから私たちはどんなことですかって、いやうちの会社はね、あのこの中で唯一この方式を使っていて実測値で早いんですよってね、でも今うちかっていう雰囲気も確かあのギガとかって言ってくれたら、でもギガ出てますって、うーんってね、うちは近いところ出ますよ、実測早いですよって感じでね、自信満々に言うだろうね、きっと ね。これがだから、あの、ニューロに強引な、あの、勧誘されましたっていうんだったら、まだ話がわかるけど、楽天光に強引な勧誘、ただただ迷惑以外何もないじゃん、だって。本当は何もないじゃん。もうちょっと、なんていうの、誘惑に負けそうな、おじい、こんなにすごい、いい条件とかさ、もっと協力、いやー、こっちの方がね、全然快適だって噂なんだけどもね、どっちの方がいいかなとかって、そこら辺だったらまだわかるけどね、楽天光で悩むだけ、なんか、まあ、ネタ投稿だと思うんだけど、ありがたいけどね、おじいとしてはね、動画になるからね、面白いと思うけど、でも、相手が楽天光じゃね、もうちょっとおじいは楽天光のね、アフィリエイトはやってるから、下にあるからね、本当、楽天光がね、そんなにあれなんだけども、おじいはちゃんとターゲットを絞ってるから、本当。だからニューロ使ってる人とか、もうこうやってイオ光とか、こういうちゃんとしたのを使ってる人には進めてないから、おじいはね。あくまでもターゲットはフレッツ回線だから、おじいね。フレッツ、ね。NTT のね、それ関連のものを使ってるところだからね。AU、KDDI 系とか、あれも結構、評判悪くないんだよね。あれも実はね、本当。まあ、場所によるとは思うんだけどもね。本当。そんな感じです。はい、終わりたいと思います。いかがでしょうか。ね。まあ、参考にはなんないと思うからね。おじいの気持ちだけだからね。ただ、一つね、皆さんも同じですよね。相談するときっていうのは、もう皆さん決まっている。自分の答えが決まっている。で、その答えに対して、反することをアドバイスする。だってこうじゃない、ああじゃないって反撃するに決まってる。ね。悩む。で、後押ししてくれるような自分と同じ意見で、ガンマやりてげて、ですよね、ですよね、ですよねって感じで、やっぱそうなのかなってね。そっちの方にこうなんだけども。ね。もし反対でしょ、でもこうだったら、こうなるわけでしょ。だ結局、じゃ自分はどっちにしたいのよってなるんだよ、絶対に。こういうのはね。だね、悩んでるようで悩んでないし、もうかなり強気でね、ギリギリになって断ってんだから、切れてんだから本当、ね、フレッツ光は遅いから嫌だって言ってんだから、だから家を入ったわけでしょ。だから そこの強い気持ちがなんでポイントプラス1って思うことだって、ネタでしょ、ありがとうね、分かってるんです、ネタ投稿ですね。なのでおじいもネタで拾わせていただきましたね、50-50 ね、持ちつ持たれつと言わせてございますね。ありがとうね、本当ね、ネタ投稿してくれてね。でもこのネタで真剣な答えもいっぱい来ると思うから、また参考にしてください。ええです。おじいでした。またね。バイバイ。